愛の里シーズン2始まります。ネットフリックスで話題になった恋愛リアリティショー、35歳から60歳までの恋愛リアリティショー愛の里シーズン2が決まりまして、ありがとうございます。 MC を引き続き僕とベッキーでやらせてもらえるということで非常に楽しみなんですが、なんか愛の里のメンバーをオーディションで募集するっていう噂を聞いていまして、でものすごい言われるんですよ。愛の里出たいんです、どうやったら出れますかとかってすごい言われるんですけど、僕はキャスティング権がないので、ぜひこのね配信を見てる方の中で出たいと思われる方はネットフリックスのツイッターをフォローしといていただいて、愛の里のシーズン2のメンバーオーディションっていうのがあるはずなので、その情報をぜひゲットしていただきたいと思います。僕ラスベガスに行ってましたけど、そのラスベガスでももう 5,6 人の人に声かけられました。あなたラブビレッジの人ですよねつって、日本の番組だけ出てるとなかなかない、なんか新鮮でしたね。写真撮ってくださいって言われてね。でそのシーズン2が間もなくメンバーのオーディションからやるってことなんで、興味ある方は。でこの前炒飯に行ったんですよ、ご飯を食べに夕食。そしたら隣でたまたま愛の里のシーズン1のメンバーがご飯食べてて、めちゃめちゃ話したかったのよ。あ、これ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 。まあ、知ってる方は知ってると思います。知らない人は知らないと思うんですけども。まあ、僕が映ってて、その横が沼ピー、ともちん、ゆきえもん、みなねえっていう順番です。シーズン2始まるって聞いたけど、どうなの？出るの？たら、いや私たちも何にも聞いてないですって言ってて、そうだよね、なんかあんまりこう3人からいろんな情報を聞いてしまうと俺も次の楽しみが減ってしまうから、ここに居座って本当は飲みたかったんですけどね、一緒に。だって聞きたいこと山ほどあるんだから。だけどここは自分の、僕は興味関心抱いたことには突撃レポートするタイプなんですけど、今回はやめましたね。またなんかこうゆっくりとね、お酒とか飲める日が来るといいなぁと思うんですけど、ということがありました。愛の里シーズン2、もうすぐメンバー恋愛リアリティショーを繰り広げるメンバーのオーディションがあるそうなので、まあ、35歳、次がどういうその基準でどういう条件で募集するのか僕も知らないですけど、シーズン1は35歳から60歳までだったので、35歳以上の方でなんか最後のパートナー探したいという人はぜひオーディション受けてみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。